米大リーグ選手会は28日、日本時間29日、選手間投票による各賞を発表し、投打の二刀流で活躍したエンゼルスの大谷翔平投手、27、ともにかつては米大リーガーの選出が少なくなかったが、最近10年間では14年の M ・バムガーナー投手、当時ジャイアンツ、ゲンディバックス、と17年の J、R ・アルティューベ2塁手、アストロズ、の2人しかいない。 共に公式戦中の好成績に加えワールドシリーズ優勝が決め手になった。それでも、98年にはシーズン70本塁打した M ・マグワイア一塁手、カージナルスが全米を熱狂に包んだとして選出された。他のプロスポーツ選手からも注目されている大谷。こちらの受賞も期待したい。が年間最優秀選手、プレイヤー・オブ・ザ・イヤーを日本人選手で初めて受賞した。 また、アリーグ最優秀野手賞にも選出され、両部門でのダブル受賞は延べ10人目。アリーグ最優秀野手賞は4年のマリナーズ一郎外野手以来日本人2人目となった。大谷は一年一郎外野手、マリナーズ以来の日本人 MVP が確実視されている。一郎は28人の1位票11票で2位と8ポイント差での僅差だったが、今回大差は必至。 15年 B、ハーパー外野手、当時ナショナルズ、現フィリーズ、を最後に出ていない満票で選出されるかどうかが注目される。ライバルとなる V、ゲレロ内野手、ブルージェイズ、が本拠を置くトロントの記者の投票が鍵を握りそうだ。大谷は野球界を離れてスポーツ界全体の最優秀選手に選ばれる可能性もある。 スポーツ雑誌で著名なスポーツイラストレーテッド誌の年間最優秀スポーツ選手と AP 通信の年間最優秀運動選手賞だ。チャンネルへようこそ最新ニュース大阪府ニュース。このチャンネルでは日本で起きた様々な出来事、ニュース、コンマ。動画の内容が良かったと思っていただいた方は、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいコンマ。グッド評価やコメントをいただけたら、 本当に嬉しいです、コンマ。よろしくお願いいたします。